今の持ち方やばっ、めっちゃいいやん、この和やかな、おお。さっきまでダンスの練習しまくってて心踊りまくってます。どうも、チカラグのチカです。よつかです。お願いします。頑張りましたね。踊ったよね、めちゃめちゃね。9月の最初の方にですね、僕と涼介、編集隊長のトモ、そしてチカログのマネージャーのサトシット、チームチカログですよ、4人でね、滋賀県の日野町でゲストショーさせてもらう練習を、まあ、さっきまでしてたということで、涼介今何時ですか？12時半です。はい、深夜12時半でございます、はい、そして僕で、ね、昨日ライブ配信でまあちょっとネタバレしたんですけど、はい、本日ねこちらのアーティストさんのあちらのバージョンを見ると約束したので、今緊急で動画回してるということなんですけれども、はい、この流れ早速涼介発表お願いします。ピアソンプリスフルダンスプラクティスバージョン。おい、ということで、はい、ブリスフルが名曲すぎて一生俺ら聴いてる。今一生聴いてる。で、なんなら今日ダンスの練習中も全く振り違うブリスフルの振り踊ってたよね。あなたずっとこうしてたな。ずっと揺れてた。ズダネズダネやってたよね。曲全く関係ないよね。俺たちの作品にブリスフル入れようとしてた。多分本番でもやると思う。っていうぐらいめちゃめちゃ聴きまくってるんですけれども、はい、そのブリスフルの今回ダンプラということで、あの MV の世界感的に、うん、ダンプラ出すってめっちゃ追加されてるやん、ダンスって思ってて。そうやね、だってサビしか踊ってへんかったもん、ね、そうだからしかないから、うん、その他どんな構成になってるのかなっていうのはめちゃめちゃ楽しみなんですけど、うん、多分バチバチ系なパートはない気がすんねん。こうマスタープランで揃えてる振り付けとかみたいな感じじゃなくて、もっとわちゃわちゃしてるままね。ビーファーストのダンプラ史上一番仲の良さが見えた、うん、いい意味で緩くビーファーストのダンスじゃなくてビーファーストみたいな雰囲気を伝えてくれるダンプラになってんちゃうかなって思ってるんで、どういった感じになってんのかなっていうのはめちゃめちゃ気になるんですけど、それこそねベスティの方々から副音声っていう話を、何やら掛け声であったり踊られている生の音2種類見れるようになってて、音源を載せてるパターン、はい、その副音声っていうのはまだ見てないから分かんないですけど、その練習中のその生音源めっちゃおもろいよ。だから練習で声出したりするとかも入ってるんかなと思ってるんですよ。これはどう見るか迷いますね。じゃあでもこのわちゃわちゃ見るやったら副音声じゃん。じゃあ一発目の投資も二度目の徹底解説もそっちの音で見ますか。の方がおもろいと思う、ね、それはもうベスティの皆さんのおすすめする方法で見た方が多分面白いと思うので、ね、そちらの方で見ていきますか。見ていきましょうね。っていう感じでね、今回のブリスフルのダンスプラクティスバージョンがですね、どのような素晴らしいダンスが詰まっているのかというのをですね、ベスティの皆さんと共に心躍らせながら見ていきたいなと思います、はい、それではいきましょう。よろしくどうぞ。チカログ。それでは見ていきましょう。オープンザ PC ということで、BE:FIRST さんもね、新曲を出してさ、その新曲出したらどんなんやってなった時に、こういうさ、絆を見してくれるっていうサプライズが、マジで心躍りまくるでして、センキューヤホンでございます。早速見ていきたいなと思います。さあ行きましょうか。 BE:FIRST、ブリスフル、ダンスプラクティスバージョン、1度目のリアクションしていきたいなと思います。ポチッと。自由。なんなんこの緩い感じで始まんの？バリ緩いやん。めっちゃおもろいやん。初めて見たこんなダンプラ。おえー、なんかさ、これがほんまの意味のダンプラやん。うんうん、確かに。なあ。イエーイ。ああ、いいなあ、そういう感じね。これ、思いっきり踊るのも難しいけど、うん、こういう雰囲気出せんのも難しいよな。そうやね。わーい、レオくん今の腕のキレやばいな。お、なんか飛ばしたよ。めっちゃいいやん、この和やかな。おー、普通にむずいし。なんかさ、ダンスを楽しむってこういうことよな。わかる。マナティー、アイソレイグ。練習が楽しいね。うん。歌いながら踊ってんのめっちゃいいやん。マナティの髪色かっこいい、うん、金髪に赤。はい。めっちゃ好きやわ俺このダンプラ。いやめっちゃいいな。ね、癒されねえ。かますとこかますやもんね。いやー、おー、うわ、モネストリーっていう動きあるんですけど、うますぎる。
へい。ふざけてんのか、真面目なんか。ここ MV と違って真面目なんだ。おい、ちょっと待って。おい、ソロやばい。普通にかましてるやん。装置ぶちかましパーティーやねん。おぉ、待って。今の持ち方やば。はい。おい、めっちゃいいやん。さ、楽しみながらかますって一番かっこいいからね。ここ好き。シュンティのサングラスかっこすぎやろ。はい。はい。めっちゃいい、俺このパートめっちゃ好き。はい。あー、いいね。向かいやがらね。うん、MV のやつやね。な。俺らもこういう練習しよう、今度は。いや、いいよね。な。声出してからな。な、声出していこう。はい。おぉ、質やっば。おぉ、イチャつくのやばいで。イチャつくのやばいで。正解わからへん。はい。お、今の売りやば。ひく、シュンティエグい。はい。最高。ダンダンダン。なんか今回足腰が強いのをめっちゃ顕著にわかるパート。上下エグいよ。うん。いやー、お竜兵食いまでやば。一列ありがとう。リーバースト一列で楽しむ姿をありがとう。これ一列熱いな。なあ、そう、最後一列熱いね。ただただ可愛いやん。夏らしいのと開放感めっちゃ溢れてるよな、ほんで。大暴れ、大暴れ。大暴れ。お竜兵が遊んでるよ。あれ変顔してるもんだってやりたい放題やダンプラ史上一番笑いがこぼれたダンプラでした。ニヤニヤするわ。もう今までで一番笑顔になれたダンプラ。逆に本物の音源やったら最後どうなってんやろ。お前それそれ気になるよね。逆にな、本物かな。なあ、これベストで皆さん教えてくださってありがとうございます。ありがとうございます。マジでこのバージョンで見てよかった。めっちゃええな。なんかダンスがどうとか語る前に BE:FIRST7 人が楽しんでる姿をダンプラでも見せてくれ、うんみたいな。この細かくここがこうとか今からも語りますけど、これがほんまの意味の俺はダンプラやと思うね。ダンスの良さが詰まってる。そうやな。ダンスプラクティスってさ、プラクティスって練習や、うん、今のさ流行りのダンプラってさもう完成されてるからさ。そうやね、もう本番やもんね。これは絆を見るための楽曲やわと思いきや装置にぶちかましてるとこあった。いや、そうやそうや。あれもでも遊びやん。遊び、ダンスの良さやな。遊んでてかましてるって一番ずるいし一番かっこいいのよ。スキルを見せびらかしちゃったろうな。もうそう、全てが夏らしくて開放感のもいいよね。それではね、2度目のブリスフルのダンスプラクティス徹底解説していきたいなと思います。 BE:FIRST さんの良さ調べまくって伝えまくりたいなと思います。ポチッとな。じゃあベスティの人以外が初めてこのブリスフルを見た瞬間何が起こったってなるの。びっくりする。おえー何言ってんの分からへんもんな。やばい。俺さ、こんな緩く始まるダンスプラクティス初めて見たもん。板ついてへんもんな。ほんで、りょうきくんに至ってもう最初っからふざけ倒してるもんな。りゅうへいくんのこの鏡にさ、もたれかかってる感じ、ダンサーの練習の雰囲気出てるよな。エモいな。なあ。このスタジオで練習したいな。なあ。夏の時間です。もったい。この落ちてスイッチある感じめっちゃいい。ニューヨークの本場の場所でヒップホップで遊ぶっていう空気感がここに現れてる。せやね。ブルックリンの街並み見えるもん。うんうんうん。なあ。俺このさ、ごめん、はい。いいなと思ったんが、ええ、こっちに向けてないのよ。矢印がね。基本的に。いい意味でな。だから装置なんて最初中向いて踊ってるよ。そうやな。だからほんまに、うちうちの楽しいを全力で出してる感じ。そうやな。で、何がおもろいって、うちうちがベスティ嬉しいっていう。そうやねん。ザ・ファーストを見てさ、うん、3年の歴史みたいなのさ、うん、分かるから、そう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 、この子たちがこれだけ楽しんでる姿を見れて嬉しいなって思うんやな。そうそうそう。じゃな。肩の愛するうますぎでしょ、ね、で、なんかこう
逐一質高いんですよ、うんうんうん、めっちゃ。これが全部ヒップホップで使われる遊びをすごく散りばめられてる、うん、乗るだけでこういうのもさ、うん、そうそうそう、肩のアイスでめっちゃあるやつさ、ちゃんと音取ってるのよ。マナティ質高すぎるやろほんま。ええ、あ、今の装置のこれなんか久々に見た気がする。ちょっと流行ってたよね。そうやな、あれこう混ぜるの流行ってたよね。ちょっとな、ここ結構有酸素運動、うん、上下な。でここのさ、りょうきくんとジュノンくんのパスグータッチ、あ、見てなかった。見てこれパスグータッチ見て、この後りょうきくん回ってくるやん。あー、めっちゃいいやな、これめっちゃいい。こういうのめっちゃいい。めっちゃいいな。ライトフィートって言われる、そのヒップホップダンスで一時期流行ったスタイルがあるんですよ。うんうんうん、こういうやつ。あ、はいはいはい。エクササイズとダンスを混ぜ合わせたやつの遊びとか見せ方の要素がすごく入っていて、BE:FIRST かける遊びってこんな人の心を揺らがすんだっていうのは新発見や。確かに。いつも完成度高くて、うん、出来上がって自分たちが開拓したダンスっていうのを見てきたから、原点に立ち返ってる感じがする。それこそマスタープランメインストリームの後のやりきった夏休みみたいなけど、うん、ああでも分かる、分かる、その感覚。やんだけやりきったからな。それめっちゃしっくりくる、うん、これ。でもシュンってこれいる。どれ？これこれ今の。あ、今のこれ。どいぐいな。これ。えぐいな。なんか飛ばしてさ、なんか飛ばしたね、レオくんの顔芸がめっちゃおもろい。今の竜兵くんですよ、やばない？低っ、低すぎるやろ、これどういう立ち方してるの。もう足腰強すぎんのと、後ろのマナティもめっちゃ強い、うんうん、この後当て方、こんな当て方見たことないですよ、僕。すげえな。これね、皆さんダンサーあるあるなんですよ。あるある。今日僕もあったんですけども、うん、それダンスってカウントで数えるんですよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、シューやるんですけど、擬音語で練習しちゃう。レッスンとか特にない。あるな、うんたた、うんたた、うんたた、あるよな、あるよな、その雰囲気出てるよな。えー、一番楽しい、こういう練習が。ここめっちゃ混ざりたくない？めっちゃ混ざりたい。なあ、覚醒装置じゃなくて、純粋にヒップホップを楽しんでる装置って、男の。めっちゃ尊い。尊いね。でもちゃんと覚醒してるよな、ね、ここ、BE:FIRST のユニット、ユニゾン感がさ、現れてるよな。えい。ここのマナティの質やばない？ほんまえぐいな。なんか上で撮ってるはずやねんけど、上の余韻が腰まで伝わってるからさ、うんうんうん、うわーんって見えるよな、うん、このさ、いやいいな今の。めっちゃいい、めっちゃいい。装置かな、装置かなこれ。いや、ちゃうな、ちゃうな。えほら、リュウヘックやってるぞって。マジでちゃう。ちょ、もう誰でもいいんですよ。誰でもいいんですけど、行くぞっていうのめっちゃいいな。熱い。歌ってるもんな、みんながサビを。えい。いや、めっちゃよ、お前ここ。ずっと見ちゃう、このサビは。いやめっちゃ好き。ここの竜兵くんもえげつない好きだな。隠しきれないな、もう。そうやね。ガオ。後ろ向いての。トゥンドゥン。めっちゃいい、めちゃくちゃいい。全部撮ってな。そうやね。ここ意外にね、音ハメでかましてます。これさ、だってタタタンもさ、うん、足首使って前向いてるんですよ、うんうんうん、タタタンで、めっちゃいい。ここはモネストリーっていうロール、足と腰を使うモネストリーなんですけど、この3人のモネストリーめっちゃ質高いです、うんうん、
それ何が質高いって、モネストリーってほんまでかくするダンスなんですよ。そうやね。こうやって大きく見せるね。そう、細かすぎるし、それが細かいのになんてこんな見えんやろ。いやでもここ揃えに行ってないから俺めっちゃ好き。なあ、いや、ヒップホップの匂いが感じるダンプ。これはほんまに不利だから。りょうきくん、これえぐい。違うかまし方するパートほんま最高やわ。りょうきくんの遊びでかましてんのと装置でガチスキルでかましてるパート、ガチスキルすぎるもんな、これえぐい。ウェーブをなんか装置独自の通し方してるよね。そうやね、無駄なさすぎやろ。意味わからん。でそれに食らってる重役やばい。な。うわあ、今のどうなってるぞ、ちんちん。えぐい、マジでえぐい。これ一回蹴り上げて、それ後ろ通してんねん、これ。りょうきくんもええでターンめっちゃ見えるからな。そう、だからこういうのをみんなでするのがライトフィートの楽しい部分なんですよ、うん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 、それやった後みんなスンってするの面白い。一瞬ですに戻る。そうそうそう。ユーヒー君がやばない純粋な黒田君に戻ってる、ね、そうそうそう、ん何っていう。いやこのさ、マナティ出てくる感じめっちゃいいんだけどな、うん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 、でマナティ落ちるのをジュノン君が操ってんね。ああなるほどね。でこれもやっぱ背でかいからさ、より見えるよね。そうやね、コントラストが。ああそういうことね。これ足腰強すぎなんが、マナティこれ片足で下がってんすよ。こうやもん、片足を置いてても置きにいってるよ。てかさ、全員全員やな。なんでこのマナティ目いくやろこれな。全員やと申し訳ないです。遊び心満載すぎる。今の龍平くんがさ、手つけることによって全体がさグッてなあ、えっちゃい。俺ここのレオくんのな、一回落として歌う感じめっちゃ好き。うんうんうん、一戻ってそうそうそう。えい、ここの振り好きなあ。いや、ジュロン君のこの帽子で目隠れてる感じもめっちゃかっこいいし、うんうんうん、ここって結構手振りが多いから、ジュロン君手足長いからさ、うんうん、ここにめっちゃ映えるよね。見えるね。めっちゃ映える、この。えい。バリーやん。はい。シュンティがさ、めっちゃ楽しんでんのがやばいよな。わかる。ここ。わかる。いや、めっちゃいい。シュンティはもう BE:FIRST やからこそ出る笑顔やな、なんか。えい、ふぅ、ここ好きな。俺らもさ、目標達成したらこうやって遊ぼう。いや、ほんま遊びたいな。チーム力ぐれつだれつだれ。えい、ほんまに涼介が最初言ったみたいに矢印こっちに向いてないの。そう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 、ほんまに矢印が自分たちに向いてるよな、うんうん。マロン、急にスキル見せてくるのやめてもらっていいですか。ちょっとびっくりするやん。切り替えびっくりするの今笑顔で見てる。スキル見せないと曲がんないよ、切り替えがやばすぎる。ああ、ベーソンベーソン。これの返し、マナティ見てほしい。わかりやすいな、これ、うん。で、これさっきのモネストリーは逆じゃない。ゴエゴエゴンゴエ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 の膝ロール、体ロール。龍平くんの姿勢がいいからこそ見える美しさ。綺麗やね。で、装置はもうこの辺までロールしてる、うんうん、めちゃめちゃ。で、ここシュンティセンター熱い。なんかさ、お茶目に荒ぶるマナティってめっちゃ良くない？なんかさ、ギャップの塊やねんな。綺麗感があるもんね。ほんまにシュンティとマナティは平均値東大やから、うん、基本めっちゃ綺麗なダンスが多い。わかるよ。オーソドックスなさ、遊んだり外したりする2人見れるの熱い。いや、めっちゃいいな、ほんま。もう、いいしか出えへん。なあ。俺、ソーマナのペアめっちゃ好きやねん。一方もう、早朝踊らんでええねん。そうやね。今の飛躍力やばい、ね。いや、ええ、揃いすぎや、そこ。どこ揃ってんねん。揃いすぎやろ。どこ揃ってんねん。やばいやん。で、これね、難しいのは、降りてすぐ腰のダウン入ってんすよ。ズン、ズンやもんな。これは、さらっとしてますけど、普通のダンサーもできん。むずい。どういう概念？
そこでもし後ろいけんねや。これだから低いんよ。この作品一難しいパートや。膝ついてんの？ついてないね。ついてないからこそきついね。どうやって戻してんの？あんな。これだからグッて太ももを前に出してるんやわ。これを継続してんやほんまに。そうずっと腰後ろ前後ろ前膝うぬんいってからのやから、うん、こんなにぬるんって見えるないっしょ、うんうん、だからこれが何ってなるな。だって今このさ飛ぶのさやっぱジュノンって背高いから知らんやけど人だけやっぱ飛躍力と浮いてる時間が長いよ。上危ない、うん、いや見えすぎ。りょうきくんついて戻るのもない。りょうきくんが振り付けなんかふざけてるのかわからへん、もはや一番遊んでるな、めっちゃ面白い。このアドリスだ。これはな、りょうすけな、遊んでるわ、遊んでるわ。ああなんでここのりゅうへいくんのクレイジーかもやばい。わかる。この後この後です。いいね。でリオくんだけずっと俺ら見てくれてる。そうそうそう、ずっとレスティー見てくれてる。ちゃんと熱いね。ほったらかさへんな、うん、ここな、シュンティの基礎力出てる、うん、これ回してるってシュンティ見て気づいたもん。回しながら首ついてるもんね。なあドゥルドゥル、いやシュンティやばくない？足ついてんな。なあこれさ、装置ずっと片足で耐えてるの気づいた。えぐいな。ここ全員片足だな。ごめんなさいね、僕らこの目立つ人ばっかり言いますけど、うん、これ全員でやってんのこれ、って考えたらレオ君の体感やばいな。えい、これめっちゃ好き。ハッハッベストベスト世界が踏み、ここの一列さめっちゃ熱いよな。熱いな。一列って熱いね。このフィナーレ感。そう、フィナーレ感あるよな、うんうん、エンドロール感。そう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 。いや、ほんまこの曲好きやわ。今のな、ジュノン君の上向いてガッて入り込んでるの、うん、めっちゃよくない？ここ朝焼け感なあ。こんな平和なダンプラないぞ、世界中どこ探しても。今の竜兵君のさ、バババって当てる感じがやばない？ここは荒ぶってんな。はい、来るよ来るよ、例のシーン来ますね。もうな、リオ君の変顔始まってんの。もうふざけてますか、音止められてんのよ。もう動き志村けんと一緒で。装置のチェーンに合わせてる、これやばない。ここまで来たらリオ君どこまでベスティを笑わせられるかのモード入ってるやん。もうめっちゃミッシューティー、あ、こういうサングラス外してんせい。ありがとう BE:FIRST、 笑顔にさせてくれてありがとう深夜に。熱いなマジで。この BE:FIRST ブリスフルダンスプラクティスバージョン、ベスティの皆さんのおかげでね、より楽しめるように見れて、そしてダンスプラクティスやから見える今までと違った概念で BE:FIRST さんがベスティやったり世の中に対して新しい BE:FIRST の見せ方やけど、根本はあれが BE:FIRST やでっていう原点を同時に見せてくれたっていう風に思うんで、掃除でいいですか？掃除れますか？いやーこれね、掃除たいねんけど言葉がいっぱいありすぎて。俺一個あんの？お、初めてですよこれ、凌介が言うの。それ僕の後に言いますか？わかりました。これ初めての流れですよ、力具でいきます。今回の BE:FIRST さんブリスフル掃除で、サイ&コー&アイ&ジョー&ユー&ジョーです。いいですね、いいですね、それめちゃめちゃいいですね。一回としましょう。チカログ。
ということでね、今回涼介が初の掃除でくれたということなんですけれども、はい、僕が最初最愛の子、はい、そして愛情ですねからの友情ですね。俺ら今回掃除入れてるやん。完璧ですね。ちゃんと完璧に。確かに友情やわ、うん、あの方たちが表現するものを取り上げたとしても、うんうん、友情だけはずっと残り続けるやろな。元が仲いいってのを見せられたね。スカイハイさんってそこを絶対に忘れない状態で BE:FIRST のことを成長させてくれてるよね、うんうん、パフォーマンスだけ追い求めて他のボーイズグループに負けないパフォーマンスやとか、うん、曲やとかっていうのだけじゃなくて誰が踊るかっていうのが大事にしてるポイントやと思うねんな、うん、スカイハイさんってご飯もいいやん。誰と食べるかで美味しく感じるかってあるよな。俺らもそうやん。誰と一緒にやるかっていうので10年一緒にやってきて YouTube もっていう新しいプラットフォームでやってるけど、うん、根本買わないよ。そうやね。だからなんかそこを垣間見えるように見せてくれたブレスフルに感謝よ。改めて楽しんでる姿を見てこっちが楽しいわけや。俺らが楽しまなあかんなってやっぱ思ったね。それってやっぱ涼介いつも大事にしてることというか、うん、どんだけ楽しいことができるかっていうか楽しめるかどうかっていうのってな、うん、大人になればなるほどさ難しくなってくるやん。業務的なことされるからね。いやもちろんそれも大事やと思う、うん、もちろん BE:FIRST さんもブリスフルみたいな愛情とか友情あふれる状態ばっかじゃない、うん、もちろんな根本それ忘れたらあかんな。大事な気持ちを思い出してくれたね。そうやね。大事な気持ちってずっと持ちつつ俺らも成長していきたいよね、うん、だからブリスフルに教えられたことっていっぱいありますんで、やはり何事も原点というものを忘れてはいけないでして、初心は大事でしててな感じで、僕たち YouTube チカラ部は8月末までにチャンネル登録者数10万人達成するべく日々楽しみながら頑張っております。この動画が楽しかったなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録と拡散のほどよろしくお願いします。お願いします。そして僕たちの個人 SNS も概要欄にリンク貼り付けておりますので、そちらもポチポチポチとフォローよろしくお願いします。お願いします。てな感じで今回これで終わります。せーの、バイバーイ。いやー今やから見てよかったわ。これはマジ癒される。なんか癒されたな、うん、分かる分かる。撮影してて喋るやん、フルスロットルで喋るわけやん、うんうん、癒されたね。追ってきて最初の方からちょっと見てるやん、はい、だからこそ今この仲良さってめっちゃ大事やなって思う。そうやな、家族の時間より今一緒におると思うね。だからこそ喧嘩もすることもあると思うけど、それをしっかり乗り越えてこいつらとやってるこの時間が楽しいっていうのが目に見えてめっちゃいい。すごい大事なことを改めてチカログも大事にし合って言われてる気したわ。そうやな、ありがたいね。今このタイミングやからみたいなのもあるしな。ありがたいタイミングでしたね。そうや、ガンプラ見てありがたいって思うんだね。ほんま初めての感覚やな。すごい感覚やな。俺このブリスフルをさ、実際に会場に行って俺らも直接 BE:FIRST を見ながら一緒に歌える日を心待ちにしてるでして、絶対行くでして。